オルペ軍は、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベストファーレン州、アルンスベルク行政管区に属する軍である。本軍は、ザウアーラントに位置し、ベストファーレン・リッペ風チ連合の一部であり、南ベストファーレン地域に属す。軍庁所在地は、オルペ市、最も人口の多い町は、レネシュタットである。人口約13万5千人の本軍は、ノルト・ベストファーレン州で、 最も人口の少ない軍である。オルペ軍の面積は約710平方メートルである。南北の幅は約36キロメートル、東西の幅は約38キロメートルである。軍内の最低地点はフィネントロプ町内レンクハウゼン北西の海抜224メートルの地点である。オルペ軍の最も高い場所は、である。オルペ軍は西から時計回りに、 オーバーベルギッシャー軍、メルキシャー軍、ホーホザワーラント軍、ジーゲンウィトゲンシュタイン軍、アルテンキルヒエン軍と境を接している。オルペ軍は1819年にキューベストファーレン高領からプロイセンへ移行する際にビルシュタイン軍が廃止され、その大部分がオルペ軍となった。それ以外の部分はエスロエ軍となった。最初の軍長はカスパーフロイスベルクであった。この軍は 1820年代にアッテンドルン、ビルシュタイン、ドロルスハーゲン、キルヒフンデム、オルペ、バルベルト、ベンゲンの7つのビュルガーマイステライに分割された。ビュルガーマイステライ・バルベルトは1832年にアルテナ軍に編入された。ベストファー練習のラントゲマインダ法の発行に伴い、1840年代にアムトセイに移行した。アッテンドルン氏は1843年から、 オルペ市は1858年からアムトから独立した市となった。これ以後、オルペ軍は6つのアムト、合わせて21のゲマインデで構成された。経済的には、オルペ軍の一部は工業化以前の時代には、ベストファーレン工業の経済的中心地となっていた。特に、オルペ周辺の板金製造は地域を超えて重要であった。また、製鉄業もかなり重要であった。 しかし、工業化されたライバルに対抗して生産を続けることはできなかった。このため19世紀前半から脱工業化、農業化のプロセスが始まった。平均を上回る人々がこの地域から移住していったのはこのプロセスと関連している。1860年代に鉄道が設けられたことで事実承認的な継続性がない状態で工業的板金製造が発達した。 この他に工業やその他の産業分野が大きな重要性を獲得した。20世紀に入るまで比較産業が重要な産業であった。1930年12月24日にフェルデがクレーベンブリュックと解明した。オルペ軍は近隣の様々な軍とは異なり、ノルトベストファー練習の自治体再編によってその範囲にほとんど変更がなかった。 オルペ軍の新設に関する法律によって1696年に、軍内20市町村、メシェゲ軍の3市町村から7つの新しいアムトに属さない自治体が形成された。軍内の6つのアムトは廃止された。同時に、オルペ軍とオーバーベルギッシャー軍との軍境が、ドロルスハーゲン、リーバーハウゼン付近の軍域交換によって変更された。レネの中心部は、 ザウアーラント、パーダーボルン法によって1975年1月1日に、コウホホザウアーラント軍のシュマレンベルク氏に編入された。オルペ軍の軍長者、第二次世界大戦後の過去の軍長を列記する。ハンス・ペーター・クラインが軍長だった時代に、オルペ軍の二党体制が集結した。その公認の、ドイツキリスト教民主同盟のフランク・ベッケホフは、 それまで、軍の上級行政官であり、第二次世界大戦後発の専人の軍長であり、これにより、軍議会の議長と、軍行政の指導者を兼ねることとなった。以下に、軍議会の政党別議席配分を記す軍の、紋章は、銀字と金字に左右に分割。向かって、左は銀字に黒い十字。向かって、右は金字に二本の赤い横帯である。十字は、 軍域がかつて、ケルン選定綱領に属していたことを示している。紋章の向かって、右側部分は、何、世紀にもわたるフィルステンベルク家との関係を示唆している。未来地図2016によれば、合わせて402のドイツの軍、自治体連合、軍独立市のうち、オルペ軍は168位に位置づけられており、チャンスとリスクが均等にミックスした地域に属す。 二つの鉄道が分岐するフィネントロップ駅。画面上部で分岐し、向かって左へ向かうのがルールジーク線、右へ向かうのがフィネントロップフロイデンベルク線である。右側の川がレネ川である。鉄道及びバスオルペ群は二つの鉄道路線で結ばれている。道路オルペ群を二本の連邦アウトバーンが通っている。飛行場。 オルペ軍には二つの特殊地方飛行場がある。オルペ軍は以下の七つの軍所属市町村で構成されている。このうち三つが中規模軍所属市の状態である。ありがとうございます。